はい、竹人です。今日は新しいオフィスのサービスご紹介しようと思います。はい、というわけで4月になりました。4月からね、高校生になったり大学生になったりした人も結構いるんじゃないかなと思います。それからまあ今回新社会人としてね、初めて社会に出て働くようになりましたというような人も見てくれているのかなと思います。それから私と同じようにね、もう働いて何年何十年と経っていて、あ、また新年度が始まるなーなんて言って、まあ、新しい目標を立ったりとかね、いろいろしている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、このね、新年度が始まることでパソコンをね、買い替えようって人も結構いるんじゃないかなと思います。まあ2月ぐらいからこの4月5月あたりでね、パソコン買っちゃおうかなと思っているような人も結構いるんじゃないかなと。で、大体ね、新しい Windows パソコンを買うと入ってるのがこちらですね。じゃじゃーん。はい、これオフィスね。これオフィス、結構まあパソコンに入ってるのを買われる方って多いかと思うんですけど、今回ね、2回に分けてお届けしようと思っているのはこちらですね。マイクロソフトの新しく始まりました、まあ去年の11月から始まってるサービスなんですけど、これです。じゃーん。はい、オフィス365ソロというこのサービスについてね、いろいろご紹介していこうかと思います。で、最近は結構パソコンじゃなくてスマホを使えば何でもできちゃいますから、インターネット、メール、まあ、LINE で友達を連絡したりとか何でも結構できちゃいますんで、新入社員でね、会社に入ってもパソコンがほとんど使えないというような人が結構増えてるみたいです。で、やっぱ働き始めるとね、結構パソコンって使うんですよね。正直言うと、表計算したりとかね、文章作ったりとかいうようなことで結構使ったりします。で、まあパソコンつってもクリエイティブ系の仕事をしてる人じゃなかったら、まあ、大概の人はね、 Windows 会社にあるっていう人の方がほとんどなんじゃないかなと思っております。で、そのまあ Windows パソコンがね、会社にあって使うって何に使うのっていうと、まあほとんどがね、このオフィスを使って、まあ、表計算したりとか、書類を作ったりというようなことでね、使う人が非常に多いんじゃないかなと。あと結構多いのはオフィスのバージョンがね、古いっていう人結構いるんじゃないかなと。まあ2000とか XP っていうようなオフィスをね、使ってる人でまだ結構いるのかなとか思ったりするんですけど、まあパソコン買い替えて入ってれば必然的に上がっちゃったりするんですけど、オフィスね、今 2000XP って出た後、その後ね、2003が出て、2007、2010、2013と、だいたい3年おきぐらいにバージョンアップしてますんで、もうね、一昔パソコンが買った頃から比べるともう4世代ぐらい新しいのが、ね、出ちゃってたりしますんで、それから Mac の人、結構最近だと Mac をね、会社でも使ってる人も昔よりは増えたのかなと思います。そういう人もね、もちろんマイクロソフトは Mac 版のオフィスっていうのも出してますんで、それを買えばね、オフィスを使うことはできます。でもやっぱね、会社で Mac 使ってても結局まあ仕事って基本的に一つの会社だけじゃできないわけですよ。いろんな会社とつながりながら仕事してたりするんですけど、そうするとやっぱり他の会社にね、渡すファイル、送られてくるファイルって結構まあオフィスのファイルって多いんじゃないかなと思います。 Word、Excel、PowerPoint、 この辺のファイルを送ってなきゃいけなかったりとか、受け取ってそれを見なきゃいけないっていうようなことは結構多いんじゃないかなと思います。 Mac だけで仕事完結するんだったら、まあ、ページ数だったりナンバーズだったりキーノートだったりっていう同じ機能のものありますんで、それを使ってもいいんですけど、やっぱちょっとね、微妙にファイルの中が狂っちゃったりすることがあるので、そういう時はね、ちゃんとまあオフィスで編集したようなファイルをまあ提供するのが一番いいのかなと私は思います。ただね、Mac 版をちょっと買い足すのはなっていう、まあ、個人で使ってる私みたいな人はね、Mac 版のオフィス今更買うみたいなところは結構あったりするかと思うんですけど、で、今日ご紹介するこのオフィス365ソロが、まあ、私みたいな人にはね、すごいぴったりなんですよ。なんで、まあ、私みたいな状態の人結構いるんじゃないかなと思いますので、ご説明していこうかと思います。利用条件なんかをちょっとご説明していこうかと思います。パソコンを買うと入ってるオフィスってあると思うんですよね、初めから。あれはいわゆる OEM 版といわれるライセンスでして、あれはね、その PC に入っている時しか使えないんですね。例えば別の CD-ROM が付いてたからって言って、その後に買ったパソコンにインストールするとか、そういうようなことはしちゃいけないことになってます。で、それからビッグカメラとかヨドバシカメラとか、ああいうところで普通に箱に入って売ってるオフィス、ああいうやつをパッケージ版って言うんですけど、あれは Windows 版を買えば Windows 2台までインストールできます。 Mac 版を買えば Mac に2台までインストールできるというような仕組みになってます。まあ、あくまでね、自分が使ってる、買った人が使ってるパソコン2台っていうんですからね、全然関係ない人に1つ入れていいよというようなものではないと。で、今回のね、この Office 365なんですけど、そういう感じではないんですね。サブスクリプションっていう感じなんですけど、
これがですね、なんと2台の PC または Mac にインストールできます。まあ2台の PC って Windows のことなんですけど、つまり2台の Windows もしくは2台の Mac、 それから Windows と Mac1 台ずつにインストールすることもできますという感じです。それにそれ足す2台のタブレットまでインストールすることができると。ただ1人のユーザーが、私がね、例えばこれを私今回買いましたけど、私が持っているパソコン、Windows、Mac 限らず最大2台まで入れていいですよと。それから私が持っているタブレットに最大2台まで入れていいですよというような感じになります。ちょっとお見せしましょうか。こういう感じで。はい、ここ書いてあるの見えるかな。で、この365のサービスなんですけど、まあ、一番でかいのはこれでしょうね。OneDrive っていうクラウドストレージ、Microsoft が提供しているものがあるんですけど、これが最大 1TB まで利用することが可能です。で、OneDrive っていうのはね、ちょっと前までは Microsoft は SkyDrive というような名前でサービスやってたんですけど、ちょっといつ変えたのか忘れちゃいましたけど、OneDrive というような名前に変えたんですね。まだインターネット上にある自分のハードディスクみたいな感じです。どっからでもインターネットでアクセスして使うことができますよっていうハードディスク、これが 1TB まで使うことができます。で、なんか最近ちょっと、まあ、噂に聞いたんですけど、容量無制限にしていこうかみたいな流れがありますんで、そのうちね、容量無制限で使えるようになるかもしれません。スカイプで月60時間まで電話をかけることができるんですね。日本ではね、どうもスカイプは固定電話にしかできないのかな、連絡がなんかちょっと分かんないんですけど、このライセンスを買うと固定電話のみ通話をすることができます。60分無料でっていう感じですね。それからあとは、オフィスとかのね、分からないことの問い合わせができるというようなサービスもついているという感じです。まあ、さらに言えば、もちろんね、これ一番魅力っちゃ魅力なんですけど、最新版が出た場合は最新版にアップグレードすることができます。なので、Mac のね、新しいオフィスがどうもこの夏に出そうだというような話があるんですけど、それはもちろんそのオフィスをね、新しくバージョンが出たら無料で、無料というか、まあこの新しいオフィスを使うこともできます。もちろん Windows 版の新しいのが出たら、その Windows 版の新しいオフィスを使うことができるというようなサービスとなっております。で、こっからがね、ちょっと今までと違うのは費用ですね。お金の話。今までのライセンス、OEM、パソコンに入っているライセンスだったり、パッケージ版っていうのは、買ったらそれで終わりなんですよね。パソコンを買うのにお金を払いました。パッケージの、オフィスを買うのにお金を払いましたと。払ったらそのバージョンをずっと使い続けられますというようなライセンス形態です。ところが、このオフィス365ソロはですね、ここに書いてある通り、はい、見えますか、これ。これはね、1年間の使用権というふうに書いてあります。私は今回これ説明するためにわざわざビッグカメラに行って、こういうあのカード上のね、オフィス365をわざと買ってきたんですけど、まあインターネットでポチポチやって契約することもできるんですけど、最低の単位が1ヶ月。で、まあ、長いのは1年ですね。1年版の方が割引が効きますんで、まあどうせ使うんだったら1年版を購入することをお勧めいたします。なのでね、今までのオフィスとオフィス365、何が違うのっていうと、いつでも最新版が使えます。それから Mac にも Windows にも入れることができます。それからタブレットに入れることもできますと。まあ台数は決まってますけどね。ただお支払いが、買ったら終わりの借り切りではなくて、継続的にお金を払い続ける必要がありますというようなサービスとなっております。こういうのサブスクリプションっていうんですけど、こういうお金の取り方をするサービスって最近すごい増えてて、まあ、Adobe のクリエイティブクラウドだったりっていうのもそういうようなお金の取り方をしているわけなんですけど、オフィスもね、なんかそういうものを今後やっていこうと思っているようであります。で、このオフィス365